フレドラグ・ジョルジェビッチは、ユーゴスラビア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。13年間所属したオリンピアコス FC では、主に左サイドのウィングとして、プレーをしていた。1990から91シーズン、FK ラドニチュキ・クラグ・イエバツにて、プロキャリアをスタートさせる。翌1991から92シーズンには、レッドスター・ベオグラードへ移籍を果たし、 33試合に出場6得点を記録した。1992から93シーズンはスパルタクスボティサイ遺跡し26試合出場5得点を挙げた。その翌年からギリシャへ渡る。1993年から3シーズンパニリアコス FC でプレー。3年間で合計111試合に出場し15得点を記録。百九十六年 ステリオスギアンラコプーロスと共にオリンピアコスへ移籍を果たした。その後は左ウィングとして活躍。1998から99シーズンにはオリンピアコスの UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝進出に貢献をした。1997年から2001年までの5年間で合計50ゴールを記録した。2002から03シーズンには リーグ戦で14得点15アシストを記録。UEFA チャンピオンズリーグでは6試合に出場して4得点。レバー空前戦ではハットトリックを記録している。翌2003から04シーズンはリーグ戦で10得点22アシストを記録。ギリシャスーパーリーグの最優秀外国人選手に選ばれた。2005から06シーズンには15得点を記録して、 オリンピアコスでの通算ゴール数を110に伸ばした。2008から0級シーズンを最後に現役を引退。13年間所属したオリンピアコスでは、長年チームキャプテンを務め、12回のリーグ優勝に貢献。試合出場数は340を超え、通算得点は150を超えた。ユーゴスラビア代表としては、 1998年9月のスイス戦で代表初キャップを記録している。ユーロ2000にも参加をしたが、本戦のメンバーには選ばれなかった。セルビア・モンテネグロ代表として、2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選には6試合に出場し、本戦への1位通過に貢献をした。しかし、2006FIFA ワールドカップ本戦では、グループリーグ3試合にフル出場したものの、 参戦全敗でグループリーグ敗退となってしまった。W 敗後代表を引退した。代表における唯一のゴールは2001年9月のスロベニア戦で挙げたものである。ありがとうございます。